宮川典子様よりチームスティーブ・ジョブズの発表に対するご報告をいただきたく思います。宮川様、よろしくお願いします。発表お疲れ様でした。自由民主党の宮川典子と申します。大川市長の息切れがですね、大変気になりまして、ちょっと酸素ボンベを誰か後で用意しておいてほしいなと思います。歩いてるだけでハーハー言ってましたので、ちょっとそれが心配でしたが、まあ、やる気が前に出たんだと思っていました。あと立花副市長のですね、この手が可愛かったんで、私も今日から真似したいなと思っております。私もともと中高の教師だったので、教育都市というところに目をつけてくださったのは本当にありがたいことだなと思っております。で、今地方創生元年と今年言われていますけれど、私からするとやはり教育とその地域に根ざした産業がしっかり人材の提供がマッチングしないところには、私はいい産業が生まれない、また雇用の場が生まれないと思っている、まあ、そういう持論を持っています。で、これはなぜそういうことを思ったかというと、東日本大震災が起きた、まあ、4年前の3月11日の1ヶ月後に、実は山梨県からある企業が宮城県に工場を移転したんですね。もう津波で全部なくなってしまった宮城に何で移すんですかと言われた時に、私詰め寄ったわけです、その社長さんに。そしたら、何を言ってんですかと、山梨大学の工学部じゃね、使い物になりませんよと、宮城県には東北大学の工学部がありますと言われたんですね。私は本当に教育者としてショックで、あ、つまり自分の企業にマッチングしない学生ばかりがいる町には企業は根付かないんだということをよくそこで思い知らされたんです。で、今大手の企業があちこち出ていますけれども、必ず同じことを言われます。で、また我々の県はリニア中央新幹線が通るんですが、いろんな土地開発をするディベロッパーの方が来ても、教育のレベルが低すぎて人が住みたくないというふうに言われるんですね。ですから、教育都市を目指すということは大変重要なことだと思います。で、それとやはり忘れてはいけないのは、産学連携をすることです。筑紫野が何の産業でこれから生き残っていくのか、企業誘致ではなくて自分たちの地元の力で何の産業をやるのかということをしっかり決めてから、それに向き合う、まあ、人材の育成ということをしてもいいのではないかなと思います。まあ、そういう意味では中高、小中高一貫で少しカリキュラムに余裕のある教育をするというのも、まあ、一つの工夫だなと思います。で、土曜課会で、いろんな経験をさせるということ、これは大変重要なことだと思います。そこから子どもたちそれ自身が新しい気づきを得るという意味ではいいかなと思いますし、2つ目の学生課においてはですね、もう高校2年生、高校1年生は高校3年生になるとこれから投票権を持ちます。ですから政治に参画しなければいけない年代ですので、そのいわゆるこうプレテストではありませんが、そこで政策をしっかり作るということを実践でやらせる、そしてそれを行政に提案することができるというのはいいことだなと思います。で、3番目の那須村はネーミングをもうちょっと考えてほしかったなと。なんか TOKIO が来なきゃいけないみたいなことになってしまうので、もうちょっとその筑紫野っぽい名前を、ネーミングってすごく重要なんですね。後期高齢者医療とかですね、特定秘密保護法案とか、これネーミングが良ければもっとちゃんと国民の皆さんにメッセージが実は届いたんです。ですからネーミングはぜひ、考えてほしいなというふうに思いますが、まあそのこれから筑紫野が何の作物を作ってどんな農業で世界と戦っていくのか、それをもう少し練れていると、その小中高一貫教育の中で何をしなければいけないかがよく見えてくるのではないかなと思います。で、最後にですが、スティーブ・ジョブズが一番苦労したのは技術開発ではなくて、実はマネジメントだったと私は思っています。つまり経営をするということ、どんなにいい技術があっても人を呼び込んで人に気に入ってもらえるような経営をするのは何が必要なのかということが私は一番重要だと思います。私の世代はベンチャー企業設立世代なんですが、やはりマネジメントの力がなかった企業というのはどんどん潰れてしまいました。素晴らしい技術があってもダメだったので、ぜひこの、小中高一貫教育の中に先ほどの、ダッシュ村の予算0円は絶対にありえないと思いますので、そこでぜひマネジメントを学ぶ授業も入れてくれれば、どうやったら農業経営ができるか、農業者は物を作ってるだけじゃダメなんですね。農業経営ができる人が本当に強い農家だと思いますので、ぜひその点もこれから加えていただければと思います。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。